皆さんこんにちは、トリスーです。今日は減量の経過報告をさせていただきます。3月11日の FWJ 千葉大会に向けて絶賛減量を頑張っていたところなんですけど、減量開始から2週間で 4.5 キロ体重を落とすことに成功しました。今日はこの2週間どんなダイエットをやってきたのかの振り返りと、今後の減量のスケジュールについてお伝えできればと思います。で、今回のこの2週間はローファットダイエットと呼ばれる、脂肪の量をできるだけ減らしていく食事のスタイルをとっていました。1日の総カロリーとしては約1600キロカロリー、PFC のバランスはタンパク質が 120g、 脂質が 20g、 そして炭水化物が 240g という設定で2週間食事をとってきました。一般的なローファットダイエットと言われると、鶏胸肉の皮を剥いでとか、ブロッコリーと玄米でみたいな食事を想定される方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今回の私のローファットはそもそも1600キロカロリーっていうのも一般女性と食べてる量さほど変わんないんじゃないかなっていうくらいのカロリーで、なおかつ食べてるものも普通に外食にも行ってましたし、決められた PFC の中で美味しくご飯を食べることができたんじゃないかなとは思ってます。1日のフル食の動画とかも別の動画で紹介してるので、ぜひ皆さんそちらも参考にしてみてください。ちょっとネガティブな点もあったなと思うんですけど、まず一つが、いつもなら割とシャキって起きてるのがなかなか体が起き上がらなくって、やっぱり血糖値のバランスっていうのが乱れていたせいかなとは思うんですよね。まあ、寝ることはダイエットにとってはすごく大事なんですけど、ちょっとそれで生活リズムが崩れてしまっていたなっていうような感じがします。もう一つが、肌が荒れて吹き出物ができてしまってたんですね。ちょっとすっぴんで撮った動画もあるんですけど、やっぱり糖質をたくさん取っているのが原因なのかなって感じはするんですよね。まあ、ローファットダイエットではそのような体の反応が出てしまったっていうのが事実としてはありました。ローファットダイエットをやってみて思ったポイントとしては、できるだけ空腹感が少ない糖質を選ぶっていうのがポイントだったかなと思います。私はトレーニングの前に豆大福を食べるのがすごく体に合っていて、腹持ちも良かったですし、あと集中力もやっぱり切れなかったなという感覚がありました。で、ローファットダイエットは一般的には TGI と呼ばれる血糖値の上がり下がりができるだけ少ない食事を選ぶのがコツだって言われてるんですけど、玄米と白米も比べてみたんですけど、私としては白米の方が腹持ちよく、お腹いっぱいで体温が上がる感覚があったので、自分にはやっぱ豆大福とか白米が合ってるなっていうような感覚があったんですね。ぜひ皆さんも自分に合う糖質の食材を選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ですね、今回人生で初めて禁酒をして減量をしている最中なんですけど、やっぱり寂しいです。早く飲みたい。今のローファットがうまくいってるのも、もしかしたらお酒を飲んでないせいなのかもしれないんですけど、ちょっと気持ち的には早く減量を終えて美味しいビールをたくさん飲みたいなっていう気持ちが強いです。でも、これも大事な仮説検証だと思ってますので、あと少し我慢していきたいと思います。で、残り大会まで3週間くらいしかないんですけど、ここからは一気に食事のスタイルを切り替えてケトジェニックダイエットをやっていこうかなと思ってます。ケトジェニックダイエットは糖質の量を極限まで減らして良質な脂質を取って痩せていくやり方なんですけど、
むくみがあるかなって感じがするので、ここからどれだけ体のグリコーゲンがなくなってキレキレになるのか、私自身もとても楽しみです。はい、ということで減量の経過報告をさせていただきました。皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。